はい、それではお待たせいたしました。本日の閣議後の会見を始めさせていただきます。まず、消費者物価指数について、閣議に報告いたしました。その内容につきましては統計局からすでに公表している資料の通りでございます。それから国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案および地方公務員法の一部を改正する法律案について、本日閣議決定を行いました。国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案は去る8月8日の人事院の意見の申し出を踏まえまして、公務において活躍することが期待される優位な国家公務員の継続的な勤務を促進するため、職員が外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを可能とする休業制度を創設するものでございます。地方公務員につきましても同じ公務員の休業に関する制度として国と地方の並びを図る観点から同様の制度を設けました。詳細の点につきましては担当課にご確認をいただきたいと思います。私のから以上でございます。感謝の読売新聞です。大臣、国家公務員給与の引き下げ措置に関してなんですが、来年度の取扱い方針が固まったか、改めて、現時点での、状況というのをお聞かせください。国家公務員の給与につきましては、この26年4月以降のですね、取り扱いについて、これまでも政府内において総合的に検討するということを申し上げておりました。現在その検討中でありまして、まだこの最終のですね、すり合わせが終わってないと、こういう状況だと思います。できるだけ速やかにこの問題にも協議が整い次第ですね、方針を決めたいと、このように思っています。すみません、関連してなんですが、前回も同様の質問がありましたが、地方公務員の地方公共団体に対しても、同様の減額を要請しているところでありますが、やはり、引き続き応じないという方針を示している自治体もまだ残っておりますけれども、こうした自治体に対しての措置というのはまた現時点でも特にお考えになられてないでしょうか。今年度の給与の削減の協力要請に応じていただいてない自治体に関してですか、その方々その団体に対するペナルティというものは考えておりません。ありがとうございます。それでは各社さんお願いします。日本経済新聞の天野と申します。国家戦略特区に関連してとお伺いしたいんですけれども、識者の間ではですね、ちょっとそもそも論になるんですけども、の特区自体がその、東京、大阪、名古屋といったですね、大都市を主な対象としてですね、考えられているというような、指摘があったりですね、あとその先日その官房長官がこう来年3、5箇所程度指定するというようなご発言をその、演説でされたりしている中で、実際その指定されるのはですね、やはりこの三大都市圏にやっぱり偏っていくんじゃないかということも考えられるんですけれども、それについて大臣どういうふうにお考えになりますでしょうか。まだ現状全く決めておりません。今まずはこの制度の骨格をですね、決めるための戦略特区法案を最終的な2つ目に入っているところですね。でその今国会において法案を提出して、そして成立した暁にはその制度の骨格に従ってまずこの諮問会議を立ち上げて特区の選定に当たっていくと。で定められた特区については統合推進本部というものを設けて、その速やかな進行のためのですね、支援体制を取ると、こういうことであります。ですからそのどこを特区に示するかというのは今のところは全くの白紙で、すでに200に及ぶご提案をいただいております。全国各地からですね、そういったものの中から有効性の高いもの、そういったものをヒアリングもいたしましたし、またそういったご提案の中からこの規制緩和改革のですね、規制緩和の要件というものも取り出して調整をしてきたと、こういうことでありますので、これはこれからその骨格に従って日本の経済を刺激する、そして我が国が世界で最もそのビジネス環境の優れた状態を作るためには
どこにおいてそれを具現化する必要があるか。で、例えばその国家戦略としてこの打ち立てるべきコンセプトは何かというものをですね、議論をして、その上で必要な地域というものが決まっていくというふうにご理解いただきたいんです。で、官房長官が講演でお話しされたのは、官房長官のそのと想定をお話しされたものだというふうに思っています。政権としてですね、それを規定方針として進んでいるわけではございません。いろいろそのなんだろう、いろんなその報道上のですね、インタビューとか、あるいはその書籍なんかでですね、その有識者の間です、やっぱりまず大都市が改革されるべきだというような、こうやっぱり大都市がメインの対象になるんだというようなですね、見方に対しては、大臣はどういうふうにお考えになりますでしょうか。国か地方かという概念で語ってはいけないと思うんですね。国家戦略特区のこの国には大都市部もあれば地方もございます。ですから日本の国としてここに、地域を定めて、そこで大きな経済の実験をしてみようと、新しい、このムーブメントを起こそうと、こういうその道を開くために国家戦略特区を定めるんですから、それは大都市だからとか地方であるからということではないんですね。ですからそれをどうしても私はこの国会の議論の中でもですね、雇用特区なのか医療特区なのかというと、じゃあその特区ではそれしかやらないのかとかというふうに皆さんどんどんこう絞られていっちゃうんですね。そうではなくって、あくまで日本の経済を開くためにはいろんな取り組みが必要であって、少なくともその地域で働きやすい、それは日本の企業も外国の企業も働きやすい新しい働きができるであるならば、そこに働くためには近所に住めた方がいい、それからじゃあ家族も連れて働くならば、その時に教育や医療がまたショッピングなどが便利な方がいい、そういうふうに組み合わせてね、経済を大きくするためのこの環境整備も含めてやろうと。でそれは手上げ方式で、地域の皆さんまた事業体から提案したものをそのままどうぞとお墨付きをつけるんではなくって、それも含めて国としてもそこで同じ仕事事業体として国も参加するよと。ですから今まだ分かってない仕事も入ってくるはずなんです。そうやって国が地方も民間も含めて総合力をそこに結集させて新しい仕組みを作っていこうということなので、大都市に偏重するのか地方は置いてきぼりなのかって全く意味がないと私は思ってるし、それについても特にこのコンセプト、その国家戦略特区に参加するのは地域だけとは限らないと。今までですとその地域に指定するとそこの地区にある企業、立地している企業しか適用されないと。でも研究だとか部品の供給なんていうのは、それはその地区外からだっていくらでもやれるし供給されるわけですよね。ですからそういったものもこのプロジェクトの中に一緒に入れられないかということを私たちはずっと今まで研究してきたんですね。なので誠にだから何をするんだっていうことを申し上げれば一番分かりやすいんですけども、まずは制度を作るんだと。そして総理もおっしゃってます、まだこれは入り口なんだと。でこういう骨格を作っていろんな人に参加を促して、さらなる規制緩和も出てくるかもしれない、新しい取り組みも出てくるかもしれないという形で、日本のですね新しい経済の土俵に持っていこうと、こういうパイロットプロジェクトというかというふうに位置づけているわけなので、これはもう説明を続けていくしかないと思うし、制度がきちんと出来上がっていって仕事が始まっていけばご理解いただけるものだと、このように考えています。ありがとうございます。もう一点よろしいですか。すみません、ちょっとまた別の話なの、地方法人課税にちょっと関連してになるんですけども、本来その消費税のですね、増税というのはその地方にとってはですね、税源の偏在をこう是正する手段としてこう考えられている。その一方でですね、今回その財政力で格差が増すんだとですね、議論が検討会なんかでも出てきてると思うんですけども、ここでその一方で偏在を縮小、
是正するというのとですね、うん、財政力の格差が拡大するんだという一つの消費増税という政策によってですね、うん、あの見方があってですね、その辺こう大臣としてはこう地方格差という問題についてですね、どう整理されてますでしょうか。あ、今それはあの有識者のですね、皆様にもご検討いただいておりますけれども、やはり偏在性の少ない安定した地方財源を確立するというのは、これは総務省がずっと進めていることでありますし、非常に重要なことだと思います。ですからあの、まあ、結局は総合的な調整ということになるんですけども、消費税の拡充に、合わせてですね、今ご質問になったようなことについて、それにどのような対処が必要か、まあ、これはいろんな合わせ技でね、あの検討していかなくてはならないだろうと思います。地方のご意見もありますし、また一方で、この税をたくさん負担していただく地域のあのご意見もあります。そういったものも踏まえて、国税と地方税と、まあ、ベストミックスというかあのバランスを取れるような、まあ、そういう工夫が必要だとこのように考えます。よろしいでしょうか。それ各社さんはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、大臣どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。